其实平常打十二张的时候，我们会意识到就是对空非常的需要。那我们会切换这个轮行阵，因为这轮行阵会增加对空嘛。那可是有时候你的后排其实对空能力很强，像北卡这种，那你前排有时候损血还来不及补，这时候你可以尝试切换回来，变成负重来做回避的动作，这样你可以稍微平衡一下前后排的血量，因为明石会补全排嘛，那有你另外补前排，那看起来你的前排损血量大于后排，那你可以用这个回避来增加前排的存活率。那装备方面没意外，全部都是补对空，紫色雷达、金色雷达有多少雷达就拿出来用，尤其是明石，给他用金对空雷达是最有效率的，因为他有对空加一的。会心の一撃、みんなをお守りください。ユニコーン、頑張る。会心の一撃、怖くないからね。お守りください。会心の一撃、みんなをお守りください。会心の一撃、怖くないからね。ユニコーン、会心の一撃、みんなをお守りください。会心の一撃、みんなをお守りください。ユニコーン、頑張る。会心の一撃、みんなをお守りください。任せろにゃ。ユニコーン、頑張る。指揮官も褒めてくれると嬉しいです。这一组雷暴队主要是满足天成的四重影触发弹幕嘛，再来是约克主炮，只要打到敌人就会有额外12%的增伤。那使用古风改，它有目标鱼雷，可以标记鱼雷，可以使我们的鱼雷伤害提高 40%。这边其实跟海妈的增伤是一样的。那剩下就是我们光辉的宝牌，还有选用磁雷，避免跟王碰撞，因为这边碰撞王擦伤的伤害是很大的，所以近距离的利用磁雷去打他是最好的办法。全艦私の番です。突撃せよ。鬼神の力味わうがいい。鬼神の力味わうがいい。鬼神の力味わうがいい。己の滅亡に嘆くよ。聖なる光よ、私に力を。己の滅亡に嘆くよ。
己の滅亡に嘆くのよ。鬼神の力、味わうがいい。生命の光よ、私に力を。己の滅亡に嘆くのよ。なんじゃ、己の滅亡に嘆くのよ。では、この勝利をどう利用するか。